クエイクキンは、ゼニマックスメディアが、毎年開催しているイベントで、ゼニマックス参加の ID ソフトウェアや、その他のスタジオの主要なフランチャイズを祝い、宣伝する。これには、米国テキサス州ダラスで、毎年開催される対戦トーナメントでの有料の、大規模なコンピューター持参欄、パーティーイベントが含まれる。ID ソフトウェアのゲームクエイクにちなんで名付けられた、このイベントでは、 世界中の何千人ものゲーマーが毎年参加し同社のゲーム王朝を祝っている。イベントはイベント運営の多くの側面をカバーするためにボランティアに大きく依存している。クエイク金は歴史的にゲームのウッドストックとしての評判と平和、愛、ロケットの一週間として評価されてきた。25回目のクエイク金イベントは2020年8月に テキサス州ダラスでの開催が予定されていたが、新型コロナウイルスの流行に伴い、現段階でのベンダーや出展者との調整が困難で、あるとして、ベセスダソフトワークスと ID ソフトウェアが3月31日にイベントの中止を発表した。クエイク金は、もともと Fnet IRC ネットワークのチャンネル、クエイクの人々のグループから生まれた。チャンネルへの定期的な 様々な訪問者が直接会ってゲームをしたいという要望を表明し始めたことからテキサス州ダラス地域のゲーマーでダラス地域のゲームコミュニティと関係のあるジム・エルソンとカナダのオンタリオ州ウォータールーのコンピュータコンサルタントであるヨサリアン・ホルムバーグはホテルに集まってゲームをすることを思いついた元のイベント名は IRC チャンネルにちなんだクエイク金であったがすぐに クエイク金に発展した。エルソンは最初の2年間はイベントの大部分を開催したが、毎年の参加者数の増加に伴いより、組織的なアプローチが必要とされるようになった。ボランティアはチームに分かれて、イベントの設備とネットワークのセットアップ、トラブルシューティング、撤収を支援した。1996年8月の最初のイベントは、ID ソフトウェアの企業オフィスから1。 2マイル離れたテキサス州ガーランドにあるベストウェスタンホテルで開催された。ちょうど30人で始まったが集会のニュースがインターネットチャットのネットワーク上で広まり出したことから週末までに人数が100人に増加した。それ以降会場はベストウェスタンから楽タインに変わったイベントに自身のコンピュータを持ち込んだ参加者は小規模の即席ネットワークを構築し、 ホテルの会議室の一つで、クエークアイやドゥームを主にプレイし、デスマッチスキルをテストした。小規模のトーナメントが開催され、勝者は商品の T シャツを持ち帰った。最初の集会の目玉が最終日の前日にあり、ID ソフトウェアのチーム全員がサプライズで訪問し、参加者との会話のために立ち寄った。 ドゥーム、クエークのリードプログラマーのジョン・カーマックは30から45分間参加した。ホテルのポーチで参加者とのグループ会話が行われた。その会話の間に議論された一部のアイディアは、最終的にクエークの将来の公開に反映された。この、カーマック、エストークは2013年まで続いた毎年恒例の基調公演へと発展した。 クエイク 1V1 ドゥームに 1V1 クエイク金1997はテキサス州プレーノのホリデインに推定650人の参加者を集めた。それは多数のインターネット及び放送メディアに取り上げられ一部は ID ソフトウェアとアクティビジョンがスポンサーとなっていた。クエイクワールド 1V1 クエイク金1998はサイバースリートプロフェッショナル。 リーグと共同開催された。計画性の低さと最初の2回のイベントを成功させるのに貢献した人々の不足により、クエイク金1998は部分的にしかクエイク金イベントになっていないと多くの人から思われている。しかしながら、クエイク金1999の計画を早めに始めようとする人々のモチベーションを高めるのに役立った。 クエイク 21V1 クエイクキン1999は ID ソフトウェアが組織の中で大きな役割を果たした最初のイベントであった。主要スポンサーが必要とされていることを認識していたクエイクキン1996のオリジナルメンバーのデイビッド・ミラーとポール・ホロキーの両者は ID ソフトウェアに連絡を取り、彼らがメインスポンサーとなるように説得し、 さらに多くのスポンサーを探す手助けをした。アンナカンとボランティアチームと共にミラーとホロキーは、後年のテンプレートとなるクエイク金1999の構築に着手した。ファーストエバークエイク三トーナメントクエイク金2000、クエイク三1 v 1クエイク金2001クエイク3、1V1 クエイク金2002クエイク 31V1 リターン2キャッスルウルフェンシュタインクエイクキン2003クエイク 31V1 クエイク 3CTF リターン2キャッスルウルフェンシュタインクエイクキン2004クエイク 31V1 クエイク 3CTF d ゥー m 31V1 d ゥー m 3トーナメントの勝利者クエイクキン2005ドゥーム 31V1 水クエイクキンクエイク 31V1 クエイク2レトロトーナメントエネミーテリトリーインテルドゥーム3デスマッチ トーナメントクリエイティブサウンドブラスタードゥーム3デスマッチトーナメントクエイク4アンベイリングトーナメント 2VS2 キャプチャーザフラッグエイリアンウェアパフォーマンスチャレンジクエイクキン2006クエイク 41V1 クエイク 42V2 チームデスマッチエネミーテリトリー 5V5NVIDIA クイックドロー勝者 S ボールズチャギングクエイクキン20071ショートトニエバークワードダメージ 1V1 トーナメント ファーストエバーエネミーテリトリークエイクウォーズ 6v6 チャンピオンシップボールズチャギングクエイクキン2008インテルクエイクライブキャプチャーザフラッグチャンピオンシップインテルクエイクライブマスターズチャンピオンシップアクトビションエネミーテリトリークエイクウォーズチームチャンピオンシップスザクトビションエネミーテリトリークエイクウォーズチームチャンピオンシップスクエイクキン2009インテルクエイクライブ オープンチャンピオンシップ、インテルクエイクライブマスターズチャンピオンシップクエイク、ライブキャプチャーザフラッグチャンピオンシップクエイクキン2010でのロビン、ウォーカークエイクキン2010インテル、クエイクライブオープンチャンピオンシップクエイクライブデュエル、オープンチャンピオンシップ、インテルクエイクライブキャプチャーザフラッグチャンピオンシップ、ボールズチャギングクエイクキン2011インテル、クエイクライブ TDM、 インビテシャネルマスターズインテルクエイクライブデュエルインビテシャネルマスターズインテルベスズダブリンクオープンチャンピオンシップインテルクエイクライブデュエルオープンボールズチャギングクエイクキン2012インテルクエクライブデュエルインビテシャネルマスターズインテルクエイクライブデュエルマスターズインビテシャネルクエイクキン2013インテルクエイクライブデュエルインビテシャネルマスターズクエイクライブクランアレーナ 3V 3オープン 20th anniversary doom challenge クエイクキン2014インテルクエイクライブデュエル M アスターズインビテシャネルピークパートピッカークエイクライブ CTF オープンシーサーニッククエイクライブデュエルオープンベントリロ 10K ラッフルウィナークエイクキン2015クエイクライブグランドマスターデュエルクエイクキン2015クエイクライブトライマスタートーナメントベントリロ 10K ラッフルウィナー クエイクキン2016クエイクワールド TDM ニオンニオープンクエイクキン2016クエイクライブドゥエルマスターズチャンピオンシップクエイクキン2016クエイクワールド TDM ニオンニオープンベントリロ10ケーラッフルウィナークエイクキン2017クエイクワールドチャンピオンシップ2017ドゥエルトーナメントクエイクワールドチャンピオンシップ2017サクリファイスクエイク 220th Anniversary Duel Quake World, Duel Quake Live 4v4, CTF Quake Champions Sacrifice Quake, Champions Sacrifice Rage, Road Rage Zylder Scrolls, Legends Doom 2016 Battle of the Wicke 2v2, CA Quake King 2018 Quake King 2019, は、Doom の発売25周年を記念し、Year of Doom という副題が付けられた。 クエイクプロリーグキコフ、ドゥエルトーナメントクエイクワールド 1V1 ドゥーム21、V1 クエイクチャンピオンズタイムリミット 1V1 ドゥーム2016、2V2CA ドゥーム2デスマッチドゥーム 22V2、エルダースクロールズオンライン 1V1 ホールアウト76ニュークリアウィンタークエイク金は、主にゼニマックスメディアと、主要テクノロジー企業のスポンサーシップと合わせて、 参加者によって支払われる料金によって賄われている。イベントの過去のスポンサーには、アクティビジョン、エンビディア、AMD、アスパー、エイスース、ベントリロ、アップル、ATI テクノロジーズ、AT&T インク、エイリアムウェア、アゲエア、イチアップネットワーク、フレイガーケイド、インテル、d リンク、ロジテック、リンクシス、スパイク t v NEWEGG.com 及び、 ルーセントテクノロジーズがいる。ありがとうございます。